こんばんは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年12月19日です。はい、あの、夜ちょうど9時なんですけれども、のこの動画はですね、えー、暗号通貨やカルダの枝の話題に限らず、まあ、今日はカルダの枝のことですけれども、日々思うこと、私のいわゆる戯言ごとを語る動画になっています。お茶を飲みながら他のことをしながらラジオを聞く感覚でお気軽に聞いていただければ幸いです。 ということで、こちらにね、never give back という文字が浮かんでいるんですけども、あの、ここに3日、いろいろ考え事をしていて、やっぱりこれはね、大事なことだと思ったので、小さなことなんですけども、大事なことだなと思ったので、あの、お伝えしたいなと思います。ただ、基本的に私の自分の好きなことをね、語る動画なんで、そういうのは興味ないよという方は、あの閉じちゃってください。はい。でも、主に、 ま、体の枝の話題、小さなちょっとした話題ですけども、まあ、そういう話題になっていくと思います。で、最近ね、あの、本当に気候の方も毎日の、毎日、だんだん寒くなってきましてね、ちょっと起きたり動いたりするのは大変だなとね、感じられる方いらっしゃると思うんですけども、あの、私基本、暖房器具ってつけないんですよ。なんかね、嫌いなんですね、暖房器具って。あの、普通の、ま、家庭にある暖房器具って、 あ最近はね、性能の良い,いものを使ってらっしゃる方は別かもしれませんけれども、大体あの、暖かい空気って上の方に行くじゃないですか。そうすると、あの、顔から上ばっかり温まって、肝心の足元がね、しっかりと温まらないと、まあ、こたつに入ればいいじゃないかと思うかもしれませんけれども、こたつがあったら私はもう完全にね、冬の間、もう、全く動けないダメな人になりそうなんで <laughs>、こたつもなくてですね。で、かといって暖房器具もやっぱ暖かい空気上の方に行って、なんか足、足元が重いようにあって、 温まらないというのが、なんとなく、まあ、気に入らないというのがありまして、あの、私暑さには弱いんですけれども、寒さはある程度大丈夫なんですね。なので、暖房器具をつけることはほとんどないですね。まあ、温まれるときはお風呂に、あの、浴槽に浸かるとき、 と,はあと、あと、動いた、あの、汗ばむ程度以上にね、動いた時ぐらいしかね、温まれないようにしています。でそうすることによって、あの、やっぱりな、なんで人間って、あの、冬になるといろんなもの、まあ、脂肪を溜め込みやすいって言うけれども、逆、あの、逆から考えると、 えっと、まあ、そのし脂肪を燃焼してっていうんでしょうかね。体、体温をやっぱりキープすることが必要になってくるんで、そうすると、その分だけ、あの、カロリー使いますよね。で、カロリー使うということで、まあ、冬に備えて、その脂肪をつけるべく、いろんなものを、ま、口にしてしまうと食べ、食べてしまう。まあ、それを、あの、利用、そこをね、うまく利用するとね、あの、ダイエットも、ま、やろうと思えばできるというか、あの、 まあ私も最近ジム生活をね、あのスポーツジムを辞めてからもだいぶ経ちまして、まあ運動不足にもなりがちというのもありまして、なるべく歩くということと、あと、まあ温まりたいならあの体温、体温を上げて温めろみたいな自力であの動いて体温を上げろみたいなね。まあそういうことを貸しつつあのこの冬をあの過ごそうとしています。まあ先、まあその前の去年もおととしもそうでしたけれども、そんな感じでちょっと本題に戻っていきますけれども、今ですね、 あの、毎日のようにですね、ツイッターの方では、あの、りょうまさんってね、あの、りょうまさんという方がね、毎日このツイートをしてくださってるんですね。で、これは何のツイートかというと、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、ビットペイってですね、ビットペイという取引所で、あの、次にこのサポートしてほしいもの、対応してほしい、あの、暗号通貨を投票してくださいって、かなり前から、もう何週間か前から、あの、投票を募っているんですよ。で、まあ、ダの A だとあ、あの、ダの 映画の方々はね、結構こういう時あの、協力しますので、まあ、毎日やって、あの、投票してくださっている方もいらっしゃるでしょうし、ちょっとね、まあ、私もたまにね、忘れちゃうことがあるんですけど、なるべくね、あの、気がついたら、毎日あの投票するようにしています。で、あの、今ですね、この投票なんですけれども、えっ、ー、と、このようにね、龍馬さんが、あ残り何日ですよって、このね、毎日のようにアナウンスしてくださってるんですね。で、体のが今、あの、3、まあ、私もさっき投票したんで でですすけれども、えー、とこんな感じですねあのカルダノ37%、トロン44%ということで表が入っていまして、でもう一つ、ね、注目なのは、このシシバですねバ、えー、犬、コイン、これが、ねあのまあ、13%ということなんですけども、一時期、このトロンとカルダノが接戦してまして、ちょっと、ね、ト,ロンあトロンをこうカルダノが抜いてたというか、カルダノが接戦なんですけども、 一番票が入ってて、次はトロンっていう風な感じの時もあったんですけど、最近、あの、カルダナはちょっとトロンに負けてましてですね。で、まあ、それは、あの、いいんですけれども、あの、なんとね、なんか最初最えっ、ー、と、その前にビットペイがシバコインをなんか上場させちゃったんですよ。まだ投票終わってないのに。で、そのことに関して、あの、カルダナエイダーのチャールズさんもね、一体この投票は何の意味があるんだっていうような一言をあげて、あの、ツイートしていた時があったんですね。 で、これはなんか出来レースだったのかなんていう声もありまして、あの芝コインが上場されてしまったんですよ。ただ、まだあの投票が続いているんですよね。あと12日間あります。それで、まあ私としてはこれについて何を言いたかったかっていうと、龍馬さんがもうここでもうね、まだ終わってないぜよということで、まあ諦めないぞということで、あの毎日こうやってツイートしてね、私たちにリマインドしてくださってるんですよ。で、 ね、あの、カルダネーダー1日たいです。諦めたらそこで試合終了ですよということで、まだ試合終了じゃないぜよ。あの、この、あの、心意気がすごくは私はね、大事だなと思いました。で、往々にして私たちでね、例えば今の相場を見てみても、カルダネーダーが、まあ、ずっとね、あの、最近第6位で、もうこの貢献も見慣れちゃいましたけれども、なんかあの、144円ということで一、一時期の、 あの、ATH300、百何十円まで行きましたけど、3ドル行きましたよね。3ドル超えた時は、まあ、そういう時はね、みんな興奮して、わーって騒いで、よし、頑張ろう、みたいな気持ちになるっていうのは、非常にね、私も、あの、投資家の立場ですので、よくわかりますし、まあ、こういうふうな相場が続いてしまいました、今一つ盛り上がらないし、もう、あの、ダメじゃねえみたいな、なんかそういうちょっと、こう、ネガティブなね、あの、気持ちになってしまうっていうのも、まあ、それはわかるんですよ。とてもわかるんですけども、あの、龍馬さんっていうのはね、 常にぶれないんですねそれでこういうことがあればもう毎日のようにあのリマインドかけてくださってあの諦めないで最後までこうやっていこうということでねあの声をかけてくださっているんですよねで私これを見ててねこれはすごく大事なマインドだなと思うんですよあのやっぱりねこういう時だからこそっていうかあのこういう時に例えばあもうダメなんじゃないかって思うような時に こそ、あの、いかに力を貯めていけるかっていうことが次の飛躍にね、つながっていくと思うんですね。やっぱりいい時にわーって騒いで、あの、みんな仲良くこう手で叩いてみたいなね、になるっていうのはまあ、自然なことですよね。ただ、あの、人間の心理としてね、相場っていうのも所詮は、あの、投資家の心理を反映しているものですので、そこ、その心理に引っ張られてね、あやっぱりオワコンじゃねえとかダメじゃねえとかっていう感じになってきてしまうと、もうそこが勝負なのに、そこに勝負をかけなきゃいけない。 いけないところなのに、あの、わざわざ、その自分が持っているコインのね、足を引っ張るような、まあそういう、この、なんていうの、気持ちをこう、吐露してしまうというか、表現してしまうっていうことがね、やっぱりこう、負けるっていうことにつながってきちゃうと思うんですね。で、カルダノっていうのはもう立派な技術があるっていうことはもう、あの、わかりきってるじゃないですか。特にね、このコイン買って。 買ってあのもう何年もね握っていらっしゃる方はまあ当然のことながらそれを理解していると思うんですけどもいや今まであのカルダノエーダ握ってきた方最初に握ってもずっと手放さないでいるのかって言ったら絶対そういうことないと思うんですねあのか何年か前はカルダノエーダホールダーだった。 じゃあ今、あの、握ってこれた人は、そして去年までに仕込んでね、今年も今年まであの逃げてこれて3、3ドルのね、あの、まあ、日の目を見た方たちというのはどういう方たちかっていうと、このようにですね、もう絶対諦めないという体の技術は確,確かだし、このプロジェクトは、 あの、もうこんなに真面目にやってるんだということをね、理解している人たちが結局ね、何年も残っているんだなと思うんですよ。諦めなかった人たちですよね。何を言っても。特にあの、プレイ、プレイホルダーの方たちはね、私ね、マインドすごいなと。私はあの、3円で気づいて買った組なんでね。あの、本当プレイホルダーの人たちって、もうすごいと思うんですよ。もうなんか周りから詐欺だの、なんだの、まだ体の持ってるのとか、ね、いろんなこう白い目でね、見られた人もいたって、あの、いたって、 っていうことを聞いてます、私は。あまだ持ってるのみたいな感じでねあの。そういうことを乗り越えてきた人たちなんですよね。で、そういう方たちっていうのはもう今みたいな相場なんてどころじゃなくて、もう地獄のようなね、あの3円台、4円4円台、しかもそういうのが何ヶ月もか、何ヶ月間か続いた時もありましたよね。2020年。 前半まではそんな感じだったんじゃないのかなと思う。夏頃少しずつね、あの10円台が見えてきたみたいな感じでしたけれども、2020年前半はまだね、もうあのひどかったと思うんですよ。3円、4円台とかね。 ひどい時は2円、2円切っちゃったりとか、あの、そんな中でも,もですね、こう、ほぼ微動だにせずって、まあ、微動ぐらいはするんですけども、手放すことをせずにね、握ってこれた人ってね、やっぱりこういうマインドなんですよね。まだ終わっていないぜよ、みたいなね。あの、諦めるのはまだ早いぜよ、みたいな。そして、あの、残り12日、あの、私からしたらね、12日もあるんだって、この間十分戦えるじゃんと。 思うんですよ。で、これはやっぱり、あの、勝ち負けって、ま、他の銘柄に勝って打ち負かしてマウント取ろうとか、そういうことではなくて、あの、結局なんか、自分に勝てる、自分の弱さに勝てるかどうかということだと思うんですよね。で、特に、あの、私、あの、ほとんどの人たちはね、あの、チャールズ・ホースキンソン氏みたいな天才じゃありませんし、あの、天才でも何でもないですよね。で、自分で、例えば、明日の朝はね、10分早く起きようと思ってたって、それすらもね、できない。自分で自分のことをね、思い通り にね、動かすことすらたった10分のね、差をこう縮めることすらできないっていうかね、思い通りにできない、そういう人間なんですよね、私たちでね、痩せようと思っても思うように痩せられないし、誘惑に負けて食べちゃう人とか、あと運動しようと思っててもサボっちゃうしとかね、まあ、そういう人間ですよ。でもあのそういうい 私でもやっぱり指一本動かせばできること、これを一個一個積み重ねていくっていうことがね、すごく大事なんだと私はこのね、龍馬さんのツイートを見てね、思ったんですね。で、こうやって、体の,のねあの、コミュニティの方っていうのは、こうやってねあの、優しい方も多いですから、こうやってあのサ,ポサポートするようにしてね、こうやって。うん 頑張ろうみたいな感じでね、あの、返してくれる人もいますし、あの、そんな感じで、あの、や、やってきたが家の、あの、今日までのけ結果だなと思うんですね。もちろん、あの、開発チームの方がね、一番、あの、あの、辛い時期を超えて頑張って来られたと思いますけども、そのコミュニティがね、あの、カルダノのコミュニティが強いって言われてるのは、こういうところだと思うんですよね。あの、ほん、 本当にちょっとしたこともこう見逃さずに最後まで諦めないで頑張るっていうかね、あの、こういうところ、あの、こういう精神がね、とても強い方が多いなということを思うんですよ。で、こういう時だからこそこう戦いがいがあるっていうのが、こういう時こそ力のため時なんですね。やっぱりいい,い,い時に、あの、いい、あのー、なんていうか、 こう、喜ぶっていうのは当たり前じゃないですか、人間。でも、このちょっとまあ辛い時とか、盛り上が、今一つ盛り上がれない時、こういう時に指一本動かせば何とかなりそうなこと、これをみんなでやっていくっていうことが大事ですし、もう、あの、ほとんどの人は天才じゃない、凡人ですからね、凡人のできることを、ま、凡事徹底というか、あの、そのようにしてやっていくしかないということを思うんですね。で、あの、このページ、どうしようかな、これがわかるように貼って、えっ、ー、と、これ、これの、えっ、ー、と、ちょっと、 ちょっと待ってくださいね。あの、ここですね。ここを押すと、出てあ、私もう投票しちゃったからダメですね。はい。あの、まあ、押すとですね、この表が出てきて、ここに、あの、例えば体の投票したければ、体の、ポチッと押して、それで、コンティニューのボタンを押すといいんですけども、あと、初めて投票される方は、あの、Facebook か Google かな、何かのアカウントを通して、まあ、あなたが人間であることを証明するためにですね、Facebook か Google のアカウントか、なんかどっかのアカウントから、あ,あの、 え、ログインする必要があるんですね。それは、あの、その時にログインしてくださいって求められますので、そのようにしてログインしてください。で、これを、あの、まだ12日間ありますので、諦めないでね、続けていきたいなと私としては思いまして、あの、ぜひ、この投票をね、お願いしたいと。 思います。で、これで結果はどうあれ、例えば、このビットペイに上場したからってね、価格が上がるとは限らないですよ。でも、そこで、あの、諦め、あじゃあ、やっぱダメじゃんって諦めるんじゃなくて、次にまた何かこういうチャンスがあった時に、また、あの、みんなでね、あの、指一本を動かせば済むことであれば協力し合って、あの、体のコミュニティをこう強,強くしていくっていうか、そういうことがね、やっぱり、あの、あなたが握ってるその、体のドのコインのね、価値を上げることにつながっていくと思います。それは、ね、思う 通りにやっぱりね、私たちに、ね、は自分のことだってね、思う通りにならないわけですから、ましてやね、相場なんて思う通りになるわけないんですよ。でも、こういう時こそ、思い通りにならない時こそ、やっぱり力を貯めていくチャンスっていうんでしょうか。そして、あの、まあ、これ他のね、あのメディアも言っていたんですけども、カルダノっていうのも、なんか、ひょんなことで、あれ、今上がるのっていうような時に、こう、上がるコインだっていうようなことをね、あの、他のね、あのメディアの方も言ったりして、 いる記事ももあったんですけれども本当にね、あの、なんなんかわからない、よくわからないときって言ったらあれですけども、思いもよらないときにね、スーッとこう、上がってったりするじゃないですか、これまで見てみても。で、その時に本当に力を、あの、真の力を発揮できるようにですね、今、やっぱり力を貯めていくべきときだと思うんですね。で私もこれ、ね、あの、蒸し返したくないんですけども、ある意味これ勉強になったなと思ったのは、あの、まあ、<laughs> 最近私ね、薄っぺらいっていう言葉にハマってしまってですね。まあ私のその動画がまあただ、えー、ブログを翻訳しているだけだから薄っぺらいと。で、それ言われた時はもう何くそと思ったんですけれども、でも、いや別にあの一つ一つの作品が薄っぺらくても良くないかと思ったんですね。っていうのはあの A4 の,のコピー用紙あるじゃないですか。あのコピー用紙1枚って 薄いですよね。薄っぺらいじゃないですか。でもそれをあの何百枚と何千枚とね重ねていったらもうものすごい分厚い層になるわけで、それと同じで、もう所詮ね、私たち一人が一回何かやったぐらいだね、もう所詮は薄っぺらい作業にしかならないんですよ。でもその薄っぺらいものをみんなで積み重ねて、積み重ねていくとね、分厚い層になっていくんですね。それがあの力を貯めるっていうことだと思うんです。なので、あのぜひこのビットペイのね、これ別に一人ぐらいをもう自分一人ぐらいや んなくたっっててどうってことねえよとかねねよか言わないでですね。ぜひご協力いただいて、最後まで諦めずにあと12日間ありますのでね、みんなであのカルダノエダに投票していきたいと思います。で、結果はどうあれいいんですよ。それに、そのことによって、あの、カルダノのコミュニティがまたこの強さを増して、なんて言うんでしょうか、この力を貯めて貯めて、また次のチャンスが来た時にまた、あの、何か協力できることがあればやるという形でね、あの、そういう積み重ねがね、大事だなと私は ね、つくづく思います。なので、このビットペイのこの投票一つ、これもおろそかにせずにですね、あの、毎日みんなでこう、体のに投票していこうではありませんかということをね、あの、言いたくて今日はこの渡辺水香のつぶやきラジオというものをやってみました。なんてのこの、このネタ一つでね、16分も喋っちゃってるんですけど、あとね、あの、本当にチャンネル登録ですね、私がなんかこう、本音言うとね、やっぱり、 チャンネル登録者様が減るんですよ。で、覚悟、それを覚悟の上で私は言っています。本音を、まあ、ぶちまけております。で、そうしますとですね、やっぱり何人かこう減るんですね、チャンネル登録者が。でも、増えるんですよ、それ以上に。これ何なんでしょうね。本当にね、ありがたいことですね。これがどんなにね、励みになっているかわからないです。本当に、もう本当になん、なんとお礼を申し上げたらいいんでしょうか。あの、でも感謝し,しています。本当にありがとうございます。 ということで、またあの、感謝感謝で終わりたいと思うんですけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね、あの、よろしければチャンネル登録とか、あと、いつもたくさんいいねいただいて、これもね、大変励みになって、あの、嬉しく思っております。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。